ったかいお茶を持ってきたんだ。はい、どうぞ。かわいいアクセサリーいっぱい買っちゃった。素敵なお店だったし、また行きたいな。いいの？ありがとう。楽しみだな。あなたもおしゃれな服が買えてよかったね。ねえ、あそこのベンチで少し休憩しない？ショッピングの間もずっと歩き通しだったし。服って案外重いもんね。あなたの手赤くなってる。ちょっと待ってて。温かいお茶を持ってきたんだ。はい、どうぞ。どういたしまして。ゆっくり飲んで手と体を温めてね。私は全然大丈夫だから心配しないで。うえ、手が。大丈夫。でもどうしよう。ドキドキしすぎて私の心臓お家に帰るまで持つかな。いきなり呼び出してごめんね。その、あなたに渡したいものがあるの。あなたがいつも私のことを優しく見守って支えてくれるから、そのお礼の手紙っていうか、私の気持ちを書いてきたの。迷惑かなって思ったりもしたんだけど、どうしてもあなたに伝えたくて。この手紙にあなたへの思いを全部込めました。どうか